はい、FEC 男子ファーストラン BV1 リワ。さあ、引っかかるなよ。板引っかかんないでくれー。わあ、インターバル狭い。いいよ、悪くない。こう振り幅あるよ。我慢。ちょっとインターバルめっちゃ狭くないですか？スタートインターバルが。さあ、アキラ。ああ。はい、アキラ一本目。世界のアキラ。4番パク。ティーロー。アキラ50秒だったっすね。6番ヤズニック、ポーランド。両方ともヤズニック。ヤズニック A。 エッチングが短くて片半が分かんねえんだよな、いつも。コンマ6ぐらいやられたんです。ゴールはきついやつだね。ヤズニック B です。兄弟ヤズニック B、 フォルクルの方です。こっちの方が、はい、レッツゴーカモーンのコーチの人いたかな。48秒。1番タカ。悪くない、こう我慢だよ。我慢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 。視界は全然問題ないから、スタートしてから最初の緩斜面全開で行かなきゃダメ。そんなにスピード乗ってこないよ。いい。急斜面の入り口、スルーゲートからオープン続くところ、こう振り幅少しあるからね、そこを内足乗らないで前前に来ること。とにかくスピードが少しね、今日のセットないから細かい印象になるからね。ピッチよく頭が浮かないように手の位置絞ってくること。いいかい。急斜面途中のストレートからの抜け、ここも我慢よ。いい。全然問題ないから。21新た。ビブ22雪丸ロマ。さあ、腰開かないでくるよ。ちょっと上まったりしてるな。内足乗るなよ。前だよ。ちょっと内足乗ってぞ。はい、カマーネオ、ラントゥ、ランワンか。さあ、ネオ、こういうセットはいいんじゃないと思う。前。もうとにかく一層気ずつ前だよ。ああ、揃ってる。
よいしょ、はい、高木ラモン、わあ、もう内側入ってるよ。右足がちょっと緩い。後ろだ。前。明治大学。太陽ちゃん、41万。さあ太陽粘ってこい。この辺の。こっから前。前に行くセクション、よし、ちゃんとやってるよ。よし、次のヘアピンから、このからストレートまで。打ち足ならないぞ、引っかかるぞ。カンちゃん、やっぱりこの辺のビブの選手ね、結構やっぱりみんなアウトしてる選手ね、かなり引っかかるって言ってるわ。はい、コーダイ、ランワン。さあ、コーダイ、しぶとく行くぞ。さあ、ひるまないで、ここ、前だよ。ここ、前。前だよ。ここでゴールしないと、もう絶対上に行けないんだから。いやこれ、かわいそうだ。アイザは頑張れ、過酷な状況を乗り越えろね。ここまで来た、こっからだね。危ない。はい、女子ファーストラン BV1 ソフィです。あ、ソフィーダメっぽい。あれ、ダメっぽい ね。ちょっと痛んでるね。切れた。ちょっとやばい転び方だったっすもんね。やっぱ引っかかるんだね、ちょっと、ね。はい。うまい子は全然問題ないじゃん。ここだ問題は。ここ見とかないと。3番コツが。BV4 ゆきな。ゆきなとゆいです、お願いします。はい、いいかい。コース状況まずまだ問題ないよ。で、滑る頃に少し多分ね溝ができてくるからね。で、今日男子もそうだけど少し引っかかり気味でくるから、振り幅からヘアピンまでのオープンは少し横に振られてるから、いい、当たる位置、手の位置を低く一走ぎずつ前で来なきゃダメね。で、中間にあるヘアピンからのスルーだったよね。ヘアピン行って、5走機ぐらい行ってから左足のスルー過ぎてフラッシュに入るんだけど、フラッシュのやっぱり3個目、いやー、波乱の展開。で、そこでストレートフラッシュの最後絶対引けないように、最後が落ち込みのところにあるからね、体が引けないように来るぞ。一回とにかく打ち足乗らないように前でよ、体が引けないこと。一回頑張れよ。はい、14雪のローマ。あー、やばい、手が高い、手がやばい、違う手が、練習した手と違うぞ雪の。
ちょっと顎が上がってる。おいおい、よい。低い位置、低い位置、低い位置。よし、ここまでは悪くないよ。おいおい。ちょっと20番絆。特に下のヘアピンスルーコルトフラッシュ、我慢。ヘアピンの出口から、絆我慢だよ、我慢だよ、入れなくなります。じゃあこのヘアピンの処理しっかり我慢、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 我慢。はい、トヤルの出口の方でどうなってますか。段はビブ36だっけ。さあ、ぐるぐるぐる。ちょっと穴硬いぞ。よし、スタンスすごいコンパクトに来て、さあ、ここからヘアピン過ぎてから、次のストレートまで、ここも全く問題ないので、積極的に自分のラインを攻めてくるからね。いいかい、どん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 来れるから。でストレート過ぎて次のオープンからのストレートからのストレート、スルーからのストレート、これね、やっぱね、ストレートとかヘアピン全部全体的に5メートルぐらいのインターバルなんで、少しクイック早く切り替えるぞ。いい、スルーからのストレートは結構早いからね、そこだけ。あとは全然問題ないんで、自分の滑りをしっかりゴールまでする。頑張れよ。抜けも問題ないからね。いい、でストレートから身の場結構細かく感じるぞ。ストレートからは結構、早め早めに来て、2個目の ストレートの次スルーからのストレートの抜け、上の方向をしっかり決めてから入るぞ。いいかい、1個目のストレートからの抜け我慢して、スルーからのストレートピッチ入るぞ。ゴール前、それ過ぎたらゴール前は全く何にもないから、バンバン攻めれる。はい、雪丸ラン2、1本目22。さあ、雪丸ついてこいよ。やっぱちょっとこの腰が外れてるところがスキー取られそうで怖いな。しっかり押さえてこい。我慢、我慢。よし、こっからこうだ。ネオラン2、1本目13位。さあ、ネオ勝負してこい。我慢、我慢、我慢。ちょっと詰まった。手下げんなよ、手下げない。キープキープキープ。よし、ここ詰まるぞ、我慢。ここが1本目7位、高行。あーっと耐えろ、我慢、我慢、我慢。うわー、来てるわ。でも低い白開いたよ。1回コース状況は1本目よりいいよ。いい、振り幅もちょうどいいからね。スタートして最初の緩斜面しっかりリズム作るぞ。いい、急斜面の入り口の右足外側のスルーゲートの前少し振られるから、そこを後ろに乗らないでくるぞ。いい、スタンス狭くしてコンパクトに来る。スルー過ぎてから1個目のヘアピンの抜けも問題なし、ストレートもできるから。で2個目のストレートに入る前少し振られるから、いい、
1個目のストレートから2個目のストレートまでの間振られるんで、スルーからのストレートしっかり対応してるぞ。少し上から入ればスルーからのストレート問題ないから、ゴール前はあと問題ないからね。頑張れ。あー、はい、1本目3位リューマ。さあここ振られるぞ。さあ焦んなくていいよ、焦んない、よし悪くないよ。打ち足乗るなよ。うわっと耐えろ、もっと 下に落ちろ、下に下に来い、下に下に下に、おいおい、うわい、2番パク、ドンヒョン、あー振られてる、チャンスあるぞ。お、リューマ逆転したな。31だな。あれ32じゃなかったっけ。はい、で、今何だったんだあれ。自分のストックを片端したんじゃない。でやっぱりストックワークもう少し安定させたいな。エコハルラン2、1本目20位。さあ落ち着いてこい、エコハル。さあここまでいいよ、これ遅れない。引き続きお願いします。はーい、ゆきのちょっと待って、今後半ちょっと滑ってっから。この次、1、この次だよ。うー、はーい、雪のコース、いいかい。まずね、コース状況をまず前ないから、そこも積極的、しっかり頑張ってて。ありがとうございます。あれ、手上がってる。この次、ここ詰まるぞ。ナイス、ナイス、うぅ、うぅ、いいな。はい、雪のラントゥー。さあ、手上げないで。あら、手上がってんだ、ほら。どこまで手上げてんの。下げろ下げろ、どこまで手、あらららら、さあ手上げないようにももを立ててしっかり来るぞ。あ、ちょっと抜けてない、下がちょっと長い。このペースだとまずいかな。うい、1本目6位マオ。
一歩目三位コツガイ。かんちゃん、無線をホテルまでお願いします。はい、しじま、エレン、ダンクじゃん。スピットロールを買ったの、あえてよ。キーズマン。キーズマン、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 キーズマン。ニュージーランド。ずいぶん出てくるの早いな。あ、あれ。またいだ？まだ？ストックない？ストック。これすごいね。マーク・ジラルデリだ。あ、これダメだ。はい、そっちを。まだと。ランは。はいよー。はい、ホテル。あ、まっすぐ行きすぎ。コースケ行きます。はい、コースケ OK。バカ、なんでそんな早く出るのよ。何やってんのよ。はい、マナト。シティミングでお尻アップ。はい、行きます。はい、ホテルも。はい、ホテル。はい、コウスケ、考えて滑ろう。一本もったいねえぞ。コウスケ。いやー、なんでこんな下手になっちゃったんだ。はい、マナト。ランスリー。はい、ホテル。前半にスペースをもう少し作って。エッジングが短いよ。はい、コウスケもシテミング少しやります。全然シテミングできねえんだな、やっぱり乗る位置が悪いから。